皆さんこんにちは。私川本真知子と申しまして、ノンストップ京都というグループを作って、いろんな問題をこう声を上げたりしています。今日はあの日本共産党の皆さんと一緒に今このあの盛り上がっているこの問題について、何が問題なのかで問題って何なのかみたいな話を、国会から国田議事議員をお呼びしまして、いろいろお話を聞かせていただけたらなと思います。パートナーは、はい、私共産党の京都2区の、国政の、予定候補、千坂拓明と言います。川本さんと一緒にちょっと、国田さんにいろんな国会の生の審議の様子などを、突っ込んでいきたいと、お聞きしたいと思ってます。まず最初にものすごく簡単にこの森友学園問題っていうのが何なのかちょっとお話させていただけたらなと思うんですけど、ちょっと間違ってたりしたら突っ込んでください。赤旗さんとかでも、赤旗さん以外でもね、いろんなその他社全部いろんな新聞でも取り上げられてて、テレビでも前日やってるんですけれども、森友学園問題っていうのは大阪府豊中市にあります国有地8770平米が学校法人森友学園に格安で売却された問題のことを、大まかに言うと指します。ただちょっとの問題がたくさんありすぎて、ざーっと言いますと、このね、土地が、まずその国有地が土地評価額約9億6000万円からおよそ8億2000万円を埋設ごみの撤去費用として差し引かれて、実際の売却額は1億3000万円という、もうめちゃくちゃ安いお金で森友学園に売られちゃったんですね。8億円のディスカウントが、ここにもちょっと今8億円ディスカウントって書いたんですけどっていう、まず問題があって、でもこのごみ、埋設ごみがあるから安くしたんやっていうふうに国は言ってるんですけれども、埋設ごみが撤去されたかどうかっていうのは国は確認してなくて、さらに森友学園の理事長は埋設ごみの撤去してないみたいなこと言ってはるんですよね。そうですね、実際は全部されてなかったっていうことは、しかもこの値引きされた額の1億3000万円ぐらいも10年間の分割払いにする、年間いくらやねんっていう。そうですね、それが国有地なんですよ。国有地ってことは皆さん、私たち国民の財産なわけですよね。それをその森友学園というところに、国は格安で、しかもなんかめちゃくちゃ払いやすいように売っちゃったと。そうね、しかもですね、この国有地、誰が見積もりを、大体このぐらいの土地費用ですねって見積もりしたのかっていうのは国なんですよ。大阪航空局っていう国の機関がこの土地の評価額を出したんです。普通はそんなことせんと、この土地の見積もりをする専門の業者さんに頼むはずやのに、言ったら自分たちの身内で、大体こんなもんちゃうっていう額を出しちゃった。こういった経緯のやり取りっていうのは、いろんな森友学園とか大阪航空局、近畿税務局とか、そういったところでやり取りがあって、そういった記録が全部捨てられちゃってて、本当はどういう話があって、どういった経緯でこういったことに、こんだけ8億円もディスカウントされるようなことになったのかっていうのが全然わからない状態なんです。しかもこの間3月1日国会答弁で、日本共産党の小池議員が、自民党の小池さんが、小野池議員のところに、この森友学園の理事長籠池さんが会いに行ったらしいやんという話をしたんですよ。ですよね。はい、今度の事件はね、3つの池って言われてるんですよね。籠池さんっていう人が、理事長さんで、お金をこう安くしてもらったと。これで河野池さんという方がこれまた関与していたと。で、質問したのが小池さんということで、池が3つという、こんな風な感じで、今川本さんからありましたように流れで言うとその通りでしてね、で問題はね、やっぱりみんなの財産、国有財産を安く、不当に安く売っていいのかと、これはこの頃は、この前は、喜劇がここでやってましたけど、なんて言ったっけ、あれ、吉本新喜劇はこの辺あったんですけどね、あれ流に言えば、それこそなんて言うんですか、誰でも買いたいわと、それやったら思うやつなんですよね。でしかも1億数千万って言うけれども、この
まあ、簡単に言うと200億円で手に入れると、あ、200万円で、200万円で手に入れて8億数千万円負けてもうて土地が入んねやったら誰かてそんなことしたいわね。私もなんとか頑張って借金して、だからなんでそれができるのかと、だから国民の財産を適当な形で売ってええのかっていうことと、そういうことをやろうと思うとやっぱり政治家が関与していないとできへんのとちゃうかというのがね、はい、筋なんですよね。で、その小池さんの質問で、まあ、河野池さんに、森友学園の籠池理事長が会いに行きましたよねっていうふうな、まあ、後からあの籠池さんも、河野池さんもあの会見を開いてそういったことがありました。でも私はあのそれはできないというふうに突っぱねましたっていうふうに会見を開いて、あの会ったことは認めてらっしゃるんです。その辺りがちょっと面白くてね、はい、もうちょっとこう言うと、この皆さんテレビでご覧になったかもしれませんけども、もらった瞬間にですね、まあ、もらったというかこの出た瞬間にね、紙袋が出た時に、まあ、こんにゃくぐらいの厚さだっちゃうわけさな、こんにゃくぐらいの厚さだってとどの程度か知らんけど、それから天ぷらの厚さよりも厚かったと、ね、こう言って、あの要するにね、袋がね、要するに天ぷらっていうとね、あの東京の人は分からへんでね、こっちの西の方の人はね、さつま揚げのことを天ぷらっていうじゃないですか。愛媛のあたりだとじゃこ天なんか言うじゃないですか。じゃこ天ってこんなもんですわな。でこんじゃくってこんなもんやわね。よう簡単こんなもんやね、うん、だから簡単に言うとあの、うん、赤レンガもあるんで5センチぐらいで、まあ、あれは1000万ぐらいらしいけども、まあ、そんな話が国会では飛び交っていて、こんにゃく、それからじゃこ天で、さらに羊羹というような感じで、こんなやっぱ100万ぐらいじゃないですかね。あ、違う、さつま揚げ天ぷらが100万で、こんにゃくが200万ぐらいって、あの簡単に言ってるのは天ぷら、あのこんにゃくって厚い方のこう考えて、あの薄いやつのありませんか。あれを、まあ、200万だろうって、その次は羊羹、それでまあ、ね、まあ、この辺さんもね、現金やったかこんにゃくやったかは確かめてないらしいですね。こんにゃくやったかもしれんけど、でね、イグスが振るっててね、粉も持ってくるやつは教育者と違うって言ってるわけでね。あ、そこもそうですよ、ね、だから大事な問題は今言った国民の財産をこんだけ安く売ってええのかということと、政治家が関与してんじゃないのかと。で、我々は情報入手したわけですけどね。で、これもね、あの共産党になぜこういう情報が入るのかと。あ、そうそう、それここなんですよね。なんで分かったかっていうのはなかなか言えないんですけども、やっぱりね、あの共産党に渡したら確実に問題にしてくれると、でそして出どこを明かさないでくれるという意味で秘密を守ってくれると、でしかもみんなのことだからきちんと守って同時に追及してくれるというのがあるわけですね。ですから私たちも手に入れてから小池さんが質問するまで若干の日にちがあったんですよね。でそれはあのそのものが本当かどうか、昔ありましたやんな、ね、メール事件とかありませんか。だから私たちもね、そういうのが確かかどうかって裏を取らんとね、パーンと出してそのものっていうこう何て言うんですかね、ちゃぶ台返しされたらかなんじゃないですか。そしたら一気に評判落ちるじゃないですか。だからよう丁寧に調べて、で我々は二段構えで実は出してるんですね。一番最初は国土交通省航空局の9階の会議室でやったというやつが一つあるんですよ。でもう一つの方の塊は、あの河野池さんの事務所がいろんな交渉したっていうのがずっとあるわけですよ。だから、まあ、簡単に言うと我々が持ってるのは2種類あるわけですよね。で最初に1種類を宮本さんが明らかにして、この、まあ、簡単に言うと中道建設、それから、まあ、設計会社、航空局、財務局、これらが話し合ってるじゃないかと、でこれを呼べと、まあ、こういうことを我々言ったと。で第2弾で河野池さんがやってる話を、我々は河野池さんから直接もらったわけじゃないんですけども、河野池さんは自分とこの事務所にいろんな人が出入りしてるし、そいつらにやったんだろうとこう言ってましたけども、ち
ちょうどタイミングよく私たちがバンと追及したときに、それはどこの文書かわからんと言った夜に河野池さんが私のとこだって言ったことは、まあね、タイミングよくスパーンと出たと、まあ、こういうところにね、やはり共産党はそういうものを隠さない、そしてみんなのためにしっかり生かす、そして追求してとことん真実を明らかにしてそれでやるということが信頼されてるからあったと思うんですよね。なるほど、はい、まあ、確かにその、まあ、一番 私がね、まあ、こうやってお話しさせていただいてる時もいつも思うけど、まあ、一番喋りやすいのは共産党の秘密さんとかなんですよ、まあ、それを置いといて、で、まあ、そういったことがいろいろあった中で、まあ、河野池さんは私は、まあ、そのこんにゃくが現金が確かめてないけど断りましたっていうふうに会見されたけれども、その後もこの森友学園はトントン拍子に、まあ、この、ね、結局国の財産であるが、私たちの財産である国有地を取得することができた、そうだったってことは、河野池さんは断ったけれども、もしかして他の議員さんが関わってた、関与してたのではないかっていう問題があります、で、安倍さんは、まあ、その国会にね、まあ、あったんじゃないですかと、まあ、あったかもしれへんから、調べたらどうですかって言われたら、まあ、もしあったんやったら、各議員が釈明すればいいし、まあ、私はやってへんし、みたいな感じで、自分には全く関係ないみたいな態度を取られてるんです。でも、この国有地に建てられる予定であった、建てられてるんですけど、で4月に開校予定、もうこれは結局開校されないんですよね。なんかもう大阪府がね。だったんですけど、このみずほの国記念小学校っていうのができる予定だったんですよ。森友学園の経営する、運営する小学校と。そこの理事長、名誉校長に、安倍さんの奥さんである、前から、内閣総理大臣夫人である安倍昭恵さんが名誉校長として就任されてたんです。もうこれ今は辞任されてるんですけれども、で、そういった、まあ、言ったら親密な、まあ、だって名誉校長なんてちょっとなってやっててならへんし、僕らが言ってもなってもらえないですね、私らにならしてもらえへんし、まあ、言ったらこう、まあ、いろんなつながり、ある程度つながりがあってなるような、まあ、言ったら結構大事なところじゃないですか。しかもこの学校、みずほの国記念小学校っていう名前で建てられてたんですけど、もともとは安倍晋三記念小学校っていう名称でこの学校を作る寄付金なんかを集めたかったんですよね。そうやのに安倍さんは、まあ、私は関係ないですし、まあ誰か関与してたとしたら、誰か関与してた人が釈明したらいいんじゃないですかみたいなふうに言わはるっていうのは、まあなんかこう無責任というか、だからね、問題はこの、まあ、ご本さんは早いからパン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 言うねんけどね、国民からするとね、要するにまずね、河野池さんという方が関与して、実際には値引きのその他含めていろんな交渉があったと、でこれで頓挫してるということが分かったと、でそうすると、そういう手にかかっているような仕事、他の人がやってなければこれは続かないと、そうですよ、ね、いうことなんですよね。だから私たちはまだそこの点について新たな情報を入手しているってわけじゃありませんけど、よく見てみるとね、あの日うちの金曜日ですよね、先週の金曜日、はい、今週の金曜日、あれいつやったかな、この間の日に3月1日にやった時にですね、夕方やった時にそれは証明しろって言ったら悪魔の証明だっていうふうに安倍さんは言ったわけですよね、はい、っていうのはね、自民党のある議員って私とか言ったわけですよ、ね、そしたらそういうことは嘘だとこう言うのやったらね、自分とこの議員にほんまかって聞いたらいいわけですやんか、で誰もいてへんかったって言ったら、それはそれでうちが間違ってるとなるじゃないですか。共産党は自民党のある議員というのを知ってたけども、その名前は明かさずに具体的な事実をこの日とこの日とこの日にどういうことをやったと、誰があったっていうことを明らかにしたわけですよね。だとしたら悪魔の証明じゃなくって、それを言いがかりだっつうんだったら自民党の全議員にお伺いを立てて違うってみんな言わせたらいいんじゃないですか。でところが次の日にその夜に
この鴻池さんは自分がそういう一連のことをしたと言ったわけでしょ。ということは共産党が明らかにした自民党の議員が最後までやったかどうかは別として関与してたってことが明らかになる。そうするとその関与通りはいかなかったけれども、その結局安く買うことができたと。とすると誰か他の人が関与してるのと違うかという新たな疑問が浮かび上がると。そうするとね、安倍さんは少なくともこの間悪魔の証明って言って自分のところにはいないって言ってですよ、おったと。それは申し訳なかったっていうのが人間の普通じゃないですか。だから今度は自分のとこ全部調べてみるわというのが普通だと思うんですよね。そうですよね。それをやね、なんていうんだ、その不愉快だとかね、それから公人私人だとか言ってお連れ合いの昭恵さんの話をねやる、そんなことね、夫人が確かにあの安倍晋三さんのお連れ合いではあるか知らんけども、世界的にも国民的にもファーストレディーなんだから公人なんですよ、ね、でしかもその公人たる昭恵さんの名前を使ってそれで集めると。しかも安倍晋三記念小学校ということで名前を集める、これは道義的に言うと責任があるっていうことなんですね。そうですね。そんなね、でしょ、そういうこの使われたことについて知らなんだとは言わせんと。でも勝手に名前使われたんやったらね、でしょ、それ自体がダメですよね。もっと怒った方がいいっていうか、でしかも今言われるように1回どっかで勝手にやってたって違って、2回も3回も講演も行ってるし、それからお母さんの記録という雑誌にも出てるし、そこで問題がもう一つ今お控えなさってますけど、このここの学園の理念といいますか、何をやってた幼稚園かそういう小学校かっていうのが次に浮かび上がっていくんですよね。はい、そこで。私そもそもこの問題に注目したときは、まあ、お金のこととかってあまり分かってなくて、この森友学園が運営している塚本幼稚園というところの教育方針がおかしい、やばいっていうことで初め注目したんですよ。何がおかしいかというと、もうおかしいことがちょっとありすぎて、なんかです、ね、テレビでもね言えないんですけど、たくさんやってますけど、一番最初はこの、まあ、ここの保育幼稚園の園長先生かなが言ったら、まあ、差別をしている、その汚い何々人は良くないとかっていう文章を保護者の方に配ったりとか、まあ、言ったらなんかテレビかなんかのインタビューでも答えてらしたんですけど、それは籠池さんが答えだったかな、汚い何々人の方にはやめていただきましたとか、汚い何々人とは付き合いたくない、何々人は汚いから入ってくるなみたいなこととか、あと、まあ、幼児虐待じゃないかと思われるような、例えばおもらしをした子どもに対して、おもらしをしてしまって私はまだ赤ちゃんなのでおむつを変えてくださいっていう宣言させへんかったらおむつを変えてあげへんとか、あと、まあ、運動会で安倍首相頑張れってなんかこう、先生で、ね、選手先生で言わせたり、あと、ね、国会安保法制国会通過おめでとうございますっていう先生をさせた、これテレビでもずっと動画が流れてますけれども、ね、あと、まあ、教育直後を所属させたりとか、なんか、まあ、ちょっと偏ったという言い方では生優しいような、まあ、すごい子供に信じられないこうなんか教えをしているというか、まあ、ちょっとこのね、教育方針のことはね、ちょっとなんか自分も子供がいてもうすぐ保育園に行くんですけど、ちょっとこう他人事じゃないっていうか、そうですね、あんだけ子供に言わせるっていうのはそのもうそればっかりやってるっていうことでしょうね。遊ぶっていうことよりも、もうそういう本当に僕も子供保育園行ってますけどね、はい、もう信じられない。安倍首相とそのお連れ合いである昭恵夫人は、まあ、この、まあ、言ったら学校 の理念に共感してはるわけですよね。ね、だからそれとかもちょっとなんか私からしたらええって思います。はい、でここがね次の問題だと思うんですよ。で私は関与してないとか関与してるっていう問題で言うとね、さっき言ったように昭恵夫人が2度3度と訪れて講演をして、それで、まあ、しかもちゃんと
首相夫人とまで書いてる垂れ幕を立ててるわけ、掲げてるわけですよね。そしてね、今お話あったように、その教育理念や教育が立派だと褒めたたえているところに問題があると私は思うんですよね。でね、それこそ言い方悪いけども、まあ、先ほどお話あったように、まあ、ヘイトスピーチまがいのことをね、実際上やってるんですよね、はい、で合わせて子供に対する虐待やってると、はい、でこれはまあもっとひどくって、このお漏らししたものをそのままのこう入れて全部カバンに加えて返してると、そんなもんね、あきまへんで、そのままやっとったらね、子供のことね、だからね、子供のことなんて考えてないっちゅう、まあ、はっきり言うと ね、 そうだと。でしかも教育直後を所得させたり暗唱させたりしてると、そうなってくるとね、悪いけどね、それこそ北朝鮮と同じじゃないかと思うぐらいひどいやり方なんですよ。そしてそのことによって教育の中立性っていうものを真正面からこう外してると、でそれを褒めたたえてるわけやからね、そうすると自らもそれが立派だということでお母さん方の通信に載せれば、公園で行うわ、そのチラ応援のチラシは書くわと言ったらやね、それは結局そういうことじゃないのかと誰かと思いますがな。でそういう問題が一つ底流にあって、しかもそれがですね、今やこの広がりを見せていると、こう言っちゃ悪いんだけど、もう一つやっぱり加計学園とかいう話含めてですね、いろんなことの広がりが出ていると。つまりここの底流にあるのは日本会議といって、まあ、私たちに言わせれば靖国派って言ってるんですけど、靖国神社を賛美し、ああいう考え方を、つまりあの戦争は正しい戦争だったと、大東亜戦争だったっていう考え方、これに基づいてやってるような、それを賛美し憲法を変えようとする署名を集めると、こういういわば日本会議のこう底流、通底にはそれがあると、ここをね私ども見ないとあかんじゃないかなと思ってるんですけど ね、はい、全部この問題につながっていて、私たちの税金、私たちの財産をこういうものにして、それを、まあ、言ったら自分たちがこういったらいいと思ってる、あと、まあ、実際はそのヘイトまみれの、まあ、良くないところに安く売っ払って、まあ、言ったら自分たちの身内にはそういうふうに安く売っ払って、こう良い目にさせてあげて、でさらにそのそこっていうその根底にあるのが全部ヘイトスピーチ、差別のことやったりとか、で私たち日本は私たちの財産をそういうふうに扱うことも良くないし、それを売り払う相手が、まあ、まあ、同じね、自分たちその、まあ、安倍さんとかと同じ理念を持ってるとされてる人たちが、まあ、ヘイトを行ってるっていうことも、ものすごく問題。そうですね、だから安倍政権をどういう人たちが支えて、やってるのが、で国民の財産を食い物にしてるのかっていうことが本当に明らかになってきたと思うんですよね。昨夜昨日の今日もね、この外政のために、まあどういうふうに話するかっていうのをバーってまとめてたら、この話もしてください、この話もしてくださいっていろんなところでツイッターでね、バーって言われたんです。本当にね、この問題話すことっていうか、もう問題が多すぎて、もうこの問題って言っていいんか、もうなんかもう問題が本当に多すぎて、私追いつかなくて、毎日こういろんなね、どんどん新しいことが出てきて、で昨日もこれも取り上げてくださいって言われたことの一つに、その、まあ、森友学園の運営している塚本幼稚園の顧問弁護士を稲田朋美防衛大臣がやってたっていうね、こっち実が出てきてしまって、これでもね、安倍さんとかその安倍さん周りのね、やっぱり自民党のね、今のこの国会を動かしてる、まあ、その内閣の人たちがね、この塚本幼稚園、森友学園と関係ないって言えるわけないと思う。弁護士さんやってて何も知らんわけないじゃないですか。そうですね、お金ももらってるわけですからね。お金もらってるしね、仕事で請け負ってて、ただ私は仕事で請け負ってただけですって分かったとしても、多分内情も知ってるやろうし、その、まあ、どういった教育方針のもとにその学校を作ってるかっていうことももちろんご存知やったと思うし、それでそういう人たちが、まあ、安倍政権をはじめですね、この国会に移っていっていいですか、はい、ね、もう国田さんもちょっとなんで、共謀罪って言われる、まあ、私の妻を犯罪者要はありしてっていうことを言いながら、関わってないっていうのに犯罪者扱いするとはどういうことやって怒ってはったんですけど、安倍さんが、いやこれツイッターでもなんか言ってる人みたいんやけど、そうやって一般市民を
犯罪者扱いしようとしてるのが共謀罪なんですよね。関与がないって言ってるのに関与があるやろって言って捕まえようとしてる、罪に問おうとしてるのが、まあ、共謀罪。安倍さんもすごいブーメラン投げたなと思ったんですけどそうですね。もう国会に提出されようとしてるっていうことですけれども、その辺ちょっとお話しいただければ。国会で、まあ、問題になっているのは共謀罪ということで、中身はテロ等準備罪ということになってたんですけども、この間原案が今週の、火曜日ぐらいに明らかになって、そこのところで各党に、まあ、自民党と各党というのは与党ですけどね、説明に行ってるときに、法案上で言えばそれこそテロ等にを目的にするやり方じゃながけしからんという条文の中にテロ等を防止するって書いてないんだよね。もう花からもうそういうデタラメさが、まあ、明らかになったというのが一つ特徴でした。それでかつてですね、皆さんもうみんな忘れてんだけどね、リオデジャネイロでオリンピックやって次東京来るときにですよ、どういうこのプレゼンやったかと。俺は日本っていうのは世界で一番安全な国だって言ったんでしょ。で安全な国だ言うといてですよ、今度はオリンピック来ると言ったら、テロが来るからオリンピックは危なくて開催できないと、この法律がないと、この法律がないとできへんと。そんなやったらこの前言っとかんかいと思うんだけども、まあ、そういうふうにデタラメだっていうことがこの一つだけでも分かると思うんですね。でしかもね、大事なことは今批准しなければならない法律条約っていうのは、まあ、テロを防止するっていう意味の法律条例じゃなくって、今ちょうどあれが来てますから、まあ、簡単に言えばマフィアを取り締まる条約なんだよね。だからテロ等に対する防止条例、防止のための国際的な条約っていうのは14本あって、それはほとんど全部日本は承認してんですよ。だから新たなことは必要ないと。しかもさっき言ったようにオリンピックが来るときは安全だといい、オリンピック始まるんだったら今度はこれがないとできへんなんちゅうええ加減な話してやれ。しかもこの担当の大臣は金田さんって言いましてね、自分でこの問題について文書を出してるわけですよね。国会で共謀罪の議論になったわけですやんか。そうすると法律が出てる前からそういう議論したんじゃうまく答弁できへんから管理してくれと、まあ、こういう文書を出すと。でしかもこの法案の専門家たる出した責任者である刑事局長を答弁に出させてほしいと、こうなんですよ。皆さんね、誰も知らん人はね、こうかなと思うんだけども、法律を提案してるのは内閣なんですね。だから内閣が責任を持って提案してるから、その総理大臣、総理である大臣、つまり総理大臣、これは責任持ってるんですよ。で所管の大臣はって言ったら法務大臣と外務大臣なんですよね。でこの2人が責任持って出してるんであって、それをですね、刑事局長が出してるっていうようなこと言ったりね、これは法案出す前に議論するのやめてくれって言うとね、これは国会に対して行政が介入するということになるわけですよね。そんなこともわからない人が法務大臣になってんのかということで、みんな呆れたわけですよね。だからね、まあこの小池なんなんだけど、皆さんね、法務大臣って皆さん覚えてません？2つほど覚えてればいいっていうことは、今なんとか審議検討中だとかなんとかっていう2つの言葉か3つの言葉あれば答弁できるって言ったって法務大臣いましたやんだ。あれ法務大臣って鬼門なんやね、この頃で農林水産大臣もこの頃鬼門やねんけどね、まあそんな風なバカ話がこの落語じゃないんだけど、そういうことが言われるぐらいね、情けなくなるっていうのがね、今の国会ですよ。なんか国会の本当に軽視されてて、審議っていうものとかもすごい軽く扱われてるし、でそこはね、この間もやり取りしたんですけど、岡本さんと、要するにカジノの時なんかひどかったわけね。そうですよ、カジノの法案っていうのは臨時国会の、まあ、会期を延長した日にもう一遍出してね、そこから議論しようって言うんでしょ。で6時間ほど議論してやめちゃうわけですやんか。それがね、ひどいのはね、我々ね、例えば9名8名っていう衆議院でいうと8名の時代あるんですね。でそれでやるとね、国会の本会議の質問時間などというのは5分とかね、討論時間3分というのがあるんですよ。それをですよ、
火事の法案の時には30分も時間余らしてですよ、時間が余ったからやることないもんだから般若心経を読み出したりね、夏目漱石の話したりしてね、そんなバカな話すなっちゅうんですよね。それぐらいね、本当にね、国会を舐めてるって言いますかね、舐めてるっていうかバカにしてるっていうか、そう、国民を舐めてるんですよね。だからそれが今の国会なんですよ。それでね、ひどい話は火事の時そうですやんか。今日本で言うと、まあそういう意味での病気になってかかっているこのお金にですね、そういう形でいろんな病を受けてる人が600万人近くいると。でそれがまたカジノで増えると。でそしたらどうすると言ったら、カジノの上がりでそれをやったらいいじゃないかと。アホなね、マフィアかって感じですね。だからね、本当にね、日本の国会って今やどないなってんねと。そこで最後に、はい、審議とは何かっていうことなんですよ、はい、多数があったら何でもできるのか違うんですよ。そうじゃなくって、例えば新しい法律出すという時は国民に提示して、国民の皆さんにこれでええかという議論をしてですよ、往復作用するっていうのがあるんですよ。だって国会に当選するときに、この法律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 出しますと、これよろしいかって問うてるわけじゃないじゃないですか。だから新しい法律が出るたんびに国会で審議をして、国民に返して、国民がええと言ったら通すと、まあ、こういうことが国会の務めなわけですやんか。それをやれ、たった6時間とか5時間とかやってですよ、まともな審議もせえ、修正案出して、それ誰も知らないと、で通すと、こういうのが国会って言えるかと。だから強行しかないわけですね。だからその意味じゃ、今私が最後って言ったのは、安倍政権って強いみたいに見えるけども、ことほどさようにね、デタラメとええ加減と強行と、これでしか政治を統治できないという事態になってると。でそれでいいって思って、ね、それで俺らはそれで通していけるって思ってるところが怖いんです。怖いってことね。国民を舐めてるし、政治をそれでいいと思ってるし、でもそこでやっぱり日本共産党の皆さんに頑張っていただいて、はい、皆さん頑張っていただいて、はい、この間の小池さんの答弁もすごい良かったですし、良かったですから、やっぱ頼もしいなと思います。ありがとうございました。小池さんもこれからますます今後もまたいろんなご情報いただいて、はい、よろしくお願いします。またこんな場をちょっと作ってお話を伺えたらなと思っております。ちょっと小池さんお忙しいので、どうもありがとうございました、はい、どうも本当にどうもありがとうございました。ちょっとだけ残り私と一緒に参加の、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、じゃあ国土さん、国体委員長、ありがとうございました。次の日程に向かわれます。今国土さん、ありがとうございました。今ちょっと来られてる会社の方からお借りしたんですけど、これね、これ言ったら私たち一般市民というか、が作ってるプラカード、私が作ったわけじゃない、これ誰が作ったやつかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ネットで流れてますね。ネットで流れてる、私もツイッターでよく見かけるんですけど、目線が入ってます。安倍さんにちょっと目線が入ってて私や妻が関係者だということになれば、これはまさに私は間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということをはっきり申し上げておきたいんです。これそのまんま安倍さんがこの森友学園の問題を追及された時に関与があったんじゃないかって話をされた時に、まあ言われた言葉をそのまんまプラカードにされてる。でももう今関与してない、もうしてますからね、これもうだってしてへんって言える方がすごいなと思うんですけど、まあ、っていうようなことをね、こうやって作ってみんなでこう、まあ、この問題がおかしいなと思ってる人たちで、まあ、街頭に立ったり、まあ、こういった凱旋をしたりしていろいろ訴えています。はい、ありがとうございます。ちょっとさっき返して、ありがとうございます。ちょっと今日はね、急遽こういった凱旋をすることになったんで、でね、プラカード何も用意できなかった、ちょっと持ってきてくださってたので、ちょっとお借りして紹介させていただきました。そういったことをね、ネット、ツイッターとかでも情報流してる人たちもいるし、そうですね、まあ、おかしいなってちょっとでも思ったら、まあ、ちょっとじゃないしな、この問題。そうや、ほんまに。8億円、ディスカウントってなんかもうちょっと言葉が大きすぎて、8億円とかもちょっとなんか桁が分からへんっていうか、なんかあれなんですけど、いやでもね、韓国も大統領がね、自分のお友達になんかいろんな便宜を図っていて、ね、すごい問題になって、ね、韓国ではすごい大きなデモが起きて、パク・クネ大統領が辞任して、まあ、今なんか捕まるかどうかみたいな感じになってる。そうですよ、ね、それって本当に言ったら、まあ、そういったね、まあ、見たら、まあ、これ似たような同じ問題、同じようなことですよ。同じような問題が韓国で起こった時に、韓国の国民の人たちはそうやって動いた、はい、で私たちもだからやっぱり真似するわけじゃないけど、同じ
同じようにちょっとこういったおかしいと思ったことに対して声を上げていかなければいけないと思っています。で、国会では本当多くの人たちが集まって、今は特にあの南スーダンに自衛隊が派遣される問題で、あの大阪、京橋とか梅田とかでも凱旋が毎週末行われたり、東京でも毎週末国会で抗議行動が行われています。と、まあ、問題はたくさんあってね、本当にこの森友学園のこともそうやし、南スーダンのこともそうだし、そうですね、うん、あと何だった、強豪祭のこともそうだし、はい、であのもうちょっとでもおかしい、私たちの税金が、だから本当全部税金の問題ですしね、うん、私たちが日々一生懸命働いて、もうあともう頑張って払ってる税金を、そういうふうに気軽に簡単な、もう国会を舐めたような審議をして、もう勝手に決めてしまうよう、決めて作ったような法律をこう運営していくためにこう使われていくのって、やっぱりちょっともう、だって私らのお金やし。そうですね、うん、だからこの問題でも、いろいろ全国的にもいろいろね行動をやっていこうっていう動きが広がってますしね。広がっています、うん、まただからちょっと機会があれば、篠原さんまた一緒にやってもらっていいですか。いやもちろんもうあのこれもやりたいし、はい、またあのね、ちょっとでいつになるか分かんないんですけど、またやりたいなと思ってます。それで、まあ、ちょっとね、はい、私も共産党の候補者ですので、あの衆議院のね、2区で、国田さんはあの1区の候補者で、国会議員ですけれども、私はあの、この川の東側の左京区と東山区と山科区で、活動している千坂と、言います。まあ、今ね、小池さんがあの2日連続で、参議院で、質問をして、この森友問題で、新しいですね、河野池さんが、この籠池さんの、要請を受けていたと、それで詳しいやり取りが、を暴露したのが共産党の質問でしたけれども、あれ小池さんが1日目やった時に、なかなかいろいろ安倍さんが答えなかったことについて、じゃあ明日また9時からやりますから、私が、今日帰ってからあの奥さんとちゃんと話しておいてくださいって言ってね、明日9時に待ってるからってやりましたけど、もう今日やってまた明日もできるっていう、要は質問時間が増えてるんですよね。そうそう、それはなんでかというと、これは共産党の議席を増やしていただいたからですね。おめでとうございます、ありがとうございます。そうやってね、野党があのどんどん議席を増やして追及していくことによって、はい、いろんな疑惑がきっと暴かれていくし、私たちの税金の使い方がきっとこう是正されていくと思うんですよ。はい、そうですね、ですからこれ総選挙で、そのためにも、私もね、はい、国会に、行かせていただきたいし、で、やっぱりこの京都からも野党の共闘を作ってね、はい、やっぱり力を合わせて、この安倍さんのことを変えていかなあかんっていう。今のこの政治のあり方、そのお金の使われ、税金の使われ方っていうのを変えていくためにも、京都からも野党共闘っていうのをどん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 広げていって、よろしくお願いしますよ。いやいや、もうそれはでも市民の皆さんと一緒にね、やっていかないといけないんでね。はい、私はこんなところでお話させていただいてますけど、別に何のどこの政党にも関係がない、ただの本当に一市民といいますか、今なんかほぼ働いてもなくて赤ちゃんと暮らしてて言ったら、まあ何もしてない人なんですけど、ほかつで頑張ってました、頑張りました、ほかつ大変だったんですよ、頑張らせていただきましたけど、そんなね、なんか別に勉強してるから、勉強してないから、国会のこと知ってるから、してないからとか、そんなんじゃなくて、こういったテレビとかでも取り上げられてるようなね、ほんまにおかしいことに対して、おかしいんちゃうっていう声をどんどん上げていけば、そういった声がどんどん広がっていけば、政治も変わっていくと思うし、私たちの税金がどんどんいいように使われていくようになっていく、言ってほしい。はい、そうですね。だからよろしくお願いします。はい、僕ら共産党 もう市民の皆さんと、で他の野党の皆さんとももっとね力を合わせて変えていけるように、他の野党の皆さんも呼べるようには頑張ります。そうですね、はい、この問題、まあ、ちょっともう日々この問題更新されてて、もう昨日なかったことが今日あったりとかするんで、なんか次やるときにどうなってるか分かんないんですけれども、はい、ちょっともうどんどん追及していきたいな。そうですね、こんなことやってるぞっていうのを、市民は怒ってるぞっていう声を上げていけたらなと思ってます。はい、またこれやろうっていう計画もね、一応やろうかなと思って、また決まりましたら、はい、すいません、私ツイッターでしか、ツイッターとフェイスブックでしか告知してないんですけど、はい、なんかまたやってて通りかかって見かけたら、ぜひぜひ応援してください。はい、なんか質問とかあったら、その都度言っていただいたら受け付けたりするしね。はい、はい、ちょっと今日はだいぶ、
そうですね。今？今は時間かし。はい、そうですね。はい。今日はちょっとあんまり準備が十分じゃなかったですけど。昨日言って今日やったみたいな感じなんです。そうですね。はい。はい、長い間こちらの場所をお借りして、はい、宣伝させていただきました。はい。ご通行中の皆さん、商店の皆さん、お騒がせいたしました。ありがとうございます、はい。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。